で、紙今配ります。ちょっと組み合わせも含めて、あと立ち位置も含めてトライしてるところもある。以上で、はい、解散です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ皆さん、気合い入れてあと1ヶ月ですね。頑張っていきましょう。いきますよ。はい、え、ちょっと、レッゴー。みんなに申し訳ないところあるけど、正直なとこ、みんなほどあれがなくて。皆さんこんにちは、エンジェルです。できるような人になりたいと思った最初。それでまずっとやってはきたんですけど、やっぱりそこでなんか今壁にぶち当たってるっていうか、自分の中で、うん、前のグループを卒業してからいろいろ出させてもらって、すごく世界が広がったんですよ、うん、ずっとなんか歌って踊ってその演技もできるみたいな、マルチなアーティストになりたいってずっと言ってたんですけど、思ったよりも自分が甘かったかなってすごい思うことが最近すごく、やっぱりどっちかに自分が傾いてしまう。両立できるほど僕器用じゃないですし、どっちかを一回本気でやらなきゃな、どっちがやりたいのっていう段階の話が、今この状況にしてる時点でちょっと罪悪感がやっぱ湧いちゃい、ちょっと一緒になって、一気に仲良くなって、でそこから、まあ、お互いこう違うグループには進んだんですけど、会ったりすると、おーみたいな感じで、敦貴くんもしてくれる。敦貴くんも割とボイトレをしたいとは思うんですけど、あんまりこう思ったようにこうボイストレーニングができてない部分あると思うので、ちょっと心配ではあるんですけど。なるほど。前みんなで共有したレディーゴー、あ、それ変わったんだよね。変わったというか、そう、なんか細かくみんなで揃えた Go Go We Gonna Go とか、あれがライブで聞いた感じだと、男の子が多く言ってるっていうのがあって、まあ、確かにそう、暗く聞こえちゃって、あ、なるほどね、声質的に明るめに歌えたらっていうのと、おー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 の最後のおーがちょっと苦しくなりがちだから、あーおーおーのところをちょっと、あー確かに、そう、ラップで支える、高いよね、そう、
にどんな話ぐらいで。あつくんが話してくれた迷ってるっていうか、ね、あれ今のあの心境的にはどう？その悩みってなんかもう本当に四六時中考えてて、本当に AJ リンクが始まったスタート時点からずっと考えてて、うん、ずっと役者の道で行こうか、それかこっちの道に行く行きかっていう葛藤があって、歌って踊るのも好きだし、もちろんお芝居やるのもすっごく好きで、どれもやりたいっていうのは本音なんですけども、それってなかなか難しいことなので、その悩みも解決しそうにないっていうか、選択肢っていう魔の手じゃない。あとなんか俺は普通に単純に敦貴くんとただただやりたいっていう思いが、なんか泣いてでも止めたいっていう気持ちが本当にあって、それは俺はありがとう。手ぐらい本当に敦貴くんの人間性とか歌とか歌声が大好きだし、いや嬉しいです。なんかもうどう言っていいか分かんないけど、とにかく俺は引き止めたい気持ちが強いっていう、どう考えればいいんだろうっていう。そうだよね、何周もしてるんだもんね自分の中では。どっちを選択しても後悔するし、うん、そうだね。そうなの。もうちょっとこう考えられる余地があれば、うん、っていう感じ。ごめんね。いえいえ、すごい申し訳ない。本当にまあまあまあ言えてよかったな。ありがとう。まあなんか気持ちだけ伝わればいいかな。頑張ろうぜ。頑張ろう。しゃ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 。レディゴーだよ。レディゴーだよ。行ってきまーす。 AVEX